イナックスは焼き物発祥の会社ですので、焼き物ならではの色味、その色を見ればこれはイナックスの商品だなというふうに感じていただけるように、コアになるカラーっていうところは決めていって、それを商品に展開しています。例えば今回は光を優しく受けることを目的としていたので、質感はマットな釉薬を選定しています。白いマットと黒いマットの間のグラデーションを取りたいっていう話を伺って、黒と白のマット釉を混ぜ合わせましたら、黒からどんどん薄くしていくに従って青みが強くなってきたんで、途中からグレーの顔料を使ってやったんですけど、やっぱりその隙間がうまくいかなかったので、こう階調が合わないので、グレーの組み合わせをしてその真ん中をつくのが手戻ったところですかね。実物を見ながら一部分雨がかってるよねとか、こことここの色はどちらかに寄せた方がいいよねっていうような話を繰り返して、これまでの技術の構築っていうところがないとなかなかさせるようなカラーバリエーションではないと思っています。マットな釉薬を使うことで、実際に水をかけた時に濡れた場所と乾いている場所の色味が変わってくるんですね。使うたびにその表情の違いを楽しんでいただけたらなっていうところは思っています。単純にこう混ぜ合わせてもうまくいかないっていうか、結局焼き物って焼くことによって釉薬が溶けてガラス化したりとか、そういうことによって色が変化する。今回のそのマット感とか色の変化とかも今まで何十年もいろいろやってきた蓄積のおかげかなというふうには思います。